治家紋明治七年は江戸時代後期の武士久保田畑宮流の剣術家忌み名は聖英郷は溜風たとあじ家紋の字で残っている資料も多い宇和島藩士たとあじ久幸城の子として生まれる父の久幸城は廃人で元帝都合し宇和島藩の徘徊の総称でもあった家紋は幼少より武術を好み初めは 松井坊より創術を、藩の剣術師範、鈴木綿尾より、民野流剣術を学ぶ。18歳の頃、同門の兄弟子である八十頭中と共に、武者修行と称して、四国を、開国修行する。その後、父親に従って、江戸へ出ると、久保田派民野流師範の久保田清音に入門し、8年間修行、高歌元年正月、免許改伝を受けた。校歌4年。 江川栄流の屋敷で行われた、鏡、新明智流の私学館、新東無念流の連平館、北新一刀流の玄武館、自家新影流の小谷道場などの江戸の柔道場が、参加した、他流試合に参加し、新東無念流の佐藤常次郎や野原昭一郎と、試合をする。その後、宇和島に帰還し、道場を開く。体も大きい異常不で、巧妙な閉学。 剣術の大御所、久保田清年の門人として、長年修行した井戸帰りの壮年剣士ということで、宇和島の青少年に大人気の道場であった。著名な門人には、大津事件の大審委員長として、有名な小島愛剣、剣豪商人と称され、大阪商工会議所会頭を長年務め、五代とも厚なき跡の大阪財界をリードした土井道を、宇和島初代町長を務め、 自由民権運動でも活躍した山崎総六がいる。校下五年には、新党無念流の斉藤慎太郎、細田大二郎や久保田清音の弟子の小泉や一郎が、宇和島を訪れ、家門と試合をしている。家営二年から藩に出資し、同五年、家六八十国を相続し、古商金、剣術指南方になる。文久元年秋には、草加玄髄と面会するため、 長州萩へ向かう途中の坂本龍馬が、多とアジ道場へやってきて、多流試合を申し込まれている。明治7年ボス、去年61、ありがとうございます。